こんにちは。みみです。みなみです。お願いします。今日は何するんですか？知らない。ちょっと緊急企画したいと思います。わーい。いいですか？わーい。ちゃんの体のいろんな部分を測らせていただきたいと思います。いや、家じゃないそれは私次第。ということで、なんでアンナさんとのぎつですね。これ結構前に私のメインのチャンネルで、やったんだ。そう、私はやったんで、今日はみなみちゃんの方を数字化していきたいと思います。私自分でも知らないな。でしょ？うん、知らない。うちらってやっぱ顔出てないから、顔出てなくてどんな顔かわかんないじゃん。確かに。だから顔周辺、顔ってどうしよう。決まってないんかい。じゃあ、うん、目、みなみちゃんの目を測りたいと思います、これで。目って測ったことない。目ってどうすればいいの？じゃあまず、こっちは右目測りたいと思います。右目測られます。あ、じゃあどうすればいいんだ。でもさ、こっちじゃなくてさ、こっちだよね。待って、難しい。なんかこれ使い方いまいちわかんない。こんぐらいだ。うん。3.1センチ。右目。左目。一周ぐらいじゃない？ごめん。意外と違う。ちょっとでかいかも、左の方が。左の方がでかいの？ぴったりは。3.3。へぇー。ほんと？みなみちゃんは、左目のがちょびっと横幅がでかい。うん。ここが知りたい、ここ。ここ、あ、目の目頭と目頭の間、ここ測ってほしい。うん、3.8。 やっぱそうだよね。3.8。 うん、そうだよね。ありがとう。ちょっと離れ目のね。え、じゃあもう一個ぐらい顔を知ってみて。唇の太さ。太さ厚みでしょ。ちょっと、ね、笑ったら。違うよ、そういうこと言うのが良くない。しかも今回はそっちで測んだ。どっちいや、どっちでもいいんだけど、なんかさっきこっちで測ったのにこっちで測るなと思って。無意識に考えたいんだ、顔で測ってた。いや、どっちでもいいんだけど。2.3 ぐらい。唇の上下。平均がわかんない。平均がわかんないけど。2.3。でもぷっくり唇。そう、唇厚め。いいと思います。唇厚め、離れ目が見ないです。では、今度これで、ちょっとなんか、どっか測りたい。首の太さってこと？首の周。あ、31センチ。うん。わかんない。それがさ、なんかどうなのかがわかんない。さっきから。あんたも測りますか？どこ測りますか？大きいですね。大きいですね。あんた大きいですね。大きいです。あ、ちょっと言ってしまいました。じゃあ手首、首いったから手首も測ろう。うん。手首太い方だと思う。本当？でも骨だよね。あ、まあそうや。骨が太い。うん。確かに。昔からちょっとしっかりかな。そう。なんかね、何しても大丈夫そうって言われる。14.5 です。14.5って言うとない？あ、0.5違う。あんま変わんないの。ねえ、遊ばないで。
何センチですか？4、ヒールは4、スニーカー 4.5。 あ、違うんだ。でもヒールなんか前に出る、前行くから、あ、ヒール4にしてる。なるほどね、うん、詰まるから、うん。でも24から24.5。ちょっと思う。どうするの？ここに足の。でもそれ以上そっち行けない。行ける。こっちの足にする。確かにね。こういうね。分娩室。ここ頂点だから。あ、ほんと？あ、じゃあ間違ってない。あ、すいません、ラインで。じゃあ、クマさんたち可愛いんで、胸測りたいと思います。胸測りたいと思います。胸測りたいと思います。まあ、測ると思ったんだよね。一番みんなも気になるじゃん、そこ。うん。それは測らないといけないんだもんね、まずね。いけるかな。ごめん。立つ。立つからもうちょっと上だ。では、みなみちゃんの、うん、ポインポインのお胸を測りたいと思う。やだよ。どうする？この TTT のポーズ。そう。このダボダボが。測りづらい。え、ダボダボでちょっと大きめに測っとこう。大きめになるように測ってます。ね、なんかね、あれだね。絶対違う感じする。絶対違う感じする。過ぎてるもん。むずいな。うん。ね。あ、来ました。92.3? 92.3 センチ。素晴らしい。どうなんでしょう。私あんまり横にない。あ、突出型。確かに。あの前に。そう。多分だからなんかここがいなくて。ここがいない。ここいない。でもここはいないよ私も。いや、いや、真ん中はここが離れてるけど。あ、ちょっとこうは。あ、でも終わった方だよ。もうちょっとグッて近づいて。近づいていいんだけど。もうちょっと、もうちょっとここから始まってほしいな。ああ、こうやってね。そうそうそう。絵に描いて。そうそう、絵に描いて。でも真ん中は皆さん骨しかないですから。いや、まあそう。おっぱいの真ん中は。そうなんだけどさ。おっぱい診断。おっぱい診断。恥ずかしいんだけど。じゃあ、プリプリお尻。私今ここでもいくつあるんだね。わかんないわかんない。うん。私こことここ同じだと思ってるの。ちょっとドキドキするんだけど。ドキドキ。でもなんかさ、おっぱいもだけどさ、お尻もさ、結構さ、突出型だよ。突出型。どこだ？ 95.8 センチです。あ、でもお尻結構あると思う。そう、最近めっちゃ尻トレしてる。上がってたら嬉しいね、それだった。95はでかくない？結構いいケツよ。結構いいケツだと思う。お尻大きい。お尻大きいタイプだった。でもやっぱこのダボンダボンが、なんかちゃんと測れなかったから。うん、え、これ測れてる？ちゃんと測れてる？ちゃんと測れた。ちょっと疑惑ある。え、ちゃんと測れたって？これなしバージョンの測り。これなし。やっぱちょっと嘘つけない。いやでも見えないようにする。こうやって。え、ダメでしょ。私だけこっそり。私だけこっそりこっちでこうやって測る。本当に言ってる？本当に言ってる？うん。え？きつない？ダボダボなしバージョン。ふさぎるってこと？ふさぎる？やっぱり。取ってってこと？下着でいいよ、マジで。まず。まず。これは本当に塗るの？本当に塗るの？うん。
え、後ろ向いてたら恥ずかしくない。え、まあそっか。え、そう？そういうもん。だって私も出てるしょ、ほら。確かに。え？ちょっとこの最近ボリュームアップしたお尻見せながら、うん、お尻見せながらこのドバドバを脱いでください。お願い。可愛くお願いして。あめない。可愛いだったんだ。可愛い、それなんだ。えー、お願い。今日の下着の色当てクイズ。はい、何色でしょうか。黒とかより、うん、あでも私この前下着見たもんな。見られた。ネイビーする。ネイビー、うん、新しい下着着てきてるって。本当に、うん、本当に正解は、うん、みなみ、この度ファンクラブを開設いたしました。ありがとうございます。これからファンクラブの方でも頑張っていきたいと思うので、これからもみなみをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。正解は、うん、ピンクでした。いや、全然違う。全然違う。ちょっとここに持ってもらっていいですか。いっぱい吸っといた方がいい。91? 91ぐらい、1.3 ぐらい服で持ってたってこと。でもこれもブラで持ってる。確かにね。一回ちょっと待って、タイム知りたくない？私が撮ったんだ。ちょっと待って、ねえ、ねえ、じゃあ下脱いってもいい？すごい横乳がうるさいんだけど。でも91だよ。ブラつけてるのと変わんない。おっぱい。危ない。みなみちゃん初モードだ。さすがに恥ずかしい。ということで、ちょっと今回みなみちゃんのいろいろな顔からボディまでいろんなところ測ってみましたけど、ね、私より私のことを知っていただく機会になったのではないかと。そうだね。知らなかった。だから皆さんもちょっとあの想像をいろいろ膨らましてそうしてもらおう。じゃあこのチャンネルが良かったコメントじゃない、チャンネル登録コメント高評価SNS のフォローよろしくお願いします。それは良かったんだけど。バイバイ。